はい、SR400、RH01J、 つまり SR の400の3型ですね、のシルバーのご紹介です。はい、シルバー入れるのはこれで2回目ですね。分かりにくいかもしれないですけど、若干の改造が施されています。ウインカーは見てわかると思うんですけども、ヘッドライトですね、これがこういうなんかこうアームステイが出てて、ライトユニットがついているというカスタムっていうのかな、この方がかっこいいからこういう風になさったなと思うんですけども、全体的に少しだけノーマルよりもすっきりとしたような味わいに仕上がっております。はい、あと全体的にやっぱこう綺麗ですね。結構こういうショックのところが錆びるんですけども、そういった錆びも少なくですね、全くないとは言わないですよ。手が届かない内側の方に若干の錆びは見えますけど、非常にその辺は綺麗にできていると思います。はい、でノーマルの今日交通量多いっすね。すごいな、本当またでかいバス来た。なんか本当ね、ここすごい交通量なんですよ。よくわからないですけど、なんでだか。で、ノーマルのシートですね。私このノーマルのシート意外に好きなんですよ。なんで好きかというと、お尻が楽なんですね。はい、非常に振動に対してお尻が楽ちんなのが特徴です。あと光の加減によっては、ここなんですけど、なんかこう後ろからこうやって見ると若干なんかこうへこんでるように見えるんですよね。でも僕あんまへこみというのはわからないぐらいな感じです。もしかしたらまあ少しあるかもしれないんですけど、気づかないレベルです。はい、だからタンクとても綺麗な状態なんで、外装もですね、気になさる方いても問題ないんじゃないのかなと思います。はい、じゃあちょっとエンジン始動をしてみようと思うんですけど、毎回やってますけど SR のエンジンの始動の仕方です。はい、キックと言われてますね。でもキックといってもSR のそのキック始動、足でやるという意味で、こういうキックとかですね、こういうキックじゃないんですよ。はい、分かってますよね、そんなことは。はい、キック始動というのは足でやるという意味です。で、力加減としてはこんな感じ、そんなに強烈にはやんなくていいです。で、ここにキックインジケーターというものが ここについてて、上にちっちゃい小窓があるんですけど、デコンプレバーを握ってやるとキックが軽くなりますんで、この状態で合わせてやる、位置を合わせてやる、印がピョンって出てきます。で、デコンプレバーを離す。で、ちょっとチョーク引きましょうか、コールドなんで。コールドですよ、ほら。なんで、でこの状態で上からキックをこう体重をずらすように踏み込む、こんな感じですね。はい、もう一回やってみましょう。よいしょ、いいよ。はい、でチョークを戻す。で、あとはアクセルで軽く拾ってやればエンジンをダンクすることができます。こんな感じで少しアクセルを煽った状態でしばらく保持してやってください。で、アクセルをゆっくり戻す。ちょっとアイドリング低いから調整しようかな。ここアイドリング調整スクリューがついてますね。少し上げましょうか。今1000回転ぐらいにしてます。多分もっと暖かくなると少し上がっちゃうんで、いい感じですね。はい、ちなみにこれ仕入れたままの状態なんで何の調整もしてません。今日届いたところですね。よいしょ。
はい、ちょっと狭いのでじわじわ U ターンするだけになっちゃうんですけど、SR もちろんこれあの400なんで、あ、やばい、あの詰まっちゃった。あの SR もちろん400なんで、表示金額には車検含まれてます。よいしょ。ここ段差あるんですよ。こんな感じで下へこんでるんで、よし、はい、これが反対側ですね。反対側のこの辺とか割と古くなってくると白くなるんですけど、結構綺麗だと思いますけど、どうでしょう皆さん。はい、で、まあノーマル、ほぼノーマル車なんであまりこう特筆したところはないんですけども、非常にまあ、SR をご存じない方に対して説明してみるとですね、非常に SR というのは乗りやすいオートバイです。でキック指導 できるかな、僕にも私にもできるかなという方多いんですけども、あのキックは力ではなくてですね、先ほどのように自分の自重を使って行うものです。なので慣れれば誰でもできるようになります。まあ、慣れてない、慣れた人でもですね、あの自重じゃなくてこう力でやる人結構います。本当交通量多いな、びっくりする。あの力でやる人結構いますけれども、まあ敵を倒すのはですね、技ではなく、力ではなく技だなんで、はい、すいません、思いっきり言い間違えましたけど、で、もちろんですね、あと2万円整備も、やらせていただこうかなと思っております。で内容はオイル交換や、バッテリー交換、プラグ交換、その他、保安装備ですねの、整備を行いですね。まあ、そのあたりの整備というのはあれです。お客さんに、納車した後、お客さん自身でもきっと自分でやるだろうなというところをですね、あらかじめうちで、やりましょうかという部分で、部品代だけ、集めてみるとですね、だいたい2万円ぐらい各社行ってしまうので、そういった中でいかがですかという整備内容です。もちろん強制ではないです、はい、であと名義、ナンバーがつくって言って、車検つくんですけど、名義私の名義になってます。でも、もちろんですね、お客さんのところでですね、お客さん自身に名義変更をしていただきたいんですけれども、もちろん当方でも代行は受けたまってます。でその場合は1万5000円発生しますけど、もちろん自分で名変してきてもらえれば特に問題はございません。はい、あと何を喋ろうかな。今日実は私午前中から出てまして、割と駆け足で、この今の状態になっておるわけなんですけども、あまり頭が回っていません。本当にすいません。じゃあシルバーという色について話しましょうか。はい、車体色いろんな色があると思うんですけども、汚れや傷などが目立たない色っていうのは実は黒じゃなくてシルバーなんですね。で一番傷が目立つ色っていうのが黒です。黒が一番傷目立ちます。だから黒を磨いてピカピカにしようと思うと、いつまで経ってもバフ目が消えません。いつまで経ってもこう拭いたその小さい目が消えないですね。で白は逆に汚れが目立つんです。まあ、分かると思うんですけども、ただ汚れって言っても車体のその泥汚れとかじゃなくてですね、小さい傷の中に入り込んだ泥とかそういうものがこうパッて拭くとですね、全部茶色く残るんですよ、こう傷跡通りに。これが目立つんです。だから白はすごくですね、白乗る人っていうのは神経質な人が乗るケースが非常に多いですね。じゃあシルバーは傷も汚れも目立たないんです。はい、面白いですよね。
だからあまりその車体洗ったりどうのっていう習慣があんま好きじゃない人はですね、大体シルバーをお選びになりますね。はい、もちろんあの警察の捜査車両もシルバーが非常に多いと聞いていますが、定かではありません。はい、じゃあ青とか赤とかどうなのかっていうとですね、まあ確かにいいんですけど、やっぱ色が褪せやすいですね。はい、あの長年乗ってると色が褪せてくるケースが多いようです。だからやっぱりシルバーっていうのはですね、あまり気兼ねがない色で、僕の中ではなかなか売りやすいは売りやすいんですけど、はい、実際僕バイクの色は自分のバイクは黒ばっかりなんで、シルバーいいですよっていうのはまあ強くは言えないんですけどもね。はい、そんなわけでちょっとお茶濁しに色の話などをしてみました。はい、というわけで、SR の400の3型ですね。今今週はこれ1台かなになります。はい、どうぞよろしくお願いします。